い、こんにちは、ヨッシー、ヨグレレヨッシーです。今日はチューニングフォーク、音差を使ったチューニングというのを紹介したいと思います。昔はね、みんなこれでやってたんです。その前は調子笛っていう、この笛っていうのもありましたけどね。今は電子チューナーで便利なものがありますが、実は今弾きましたこのバンプと言いますかね、このコード進行 C F G7 C、 非常に音が変ですね。ので、これをちゃんとチューニングしてみたいと思います。まずですね、これが下がってるか上がってるか、要は、ソードミーラーのチューニングよりも高くなってるのか低くなってるのか見極める必要があります。そしてこの音差は 440Hz、 ラの音が鳴るようになってるんですね。それでこの膝のところで叩いて、当ててみるとラの音が鳴ります。この音が、一弦の開放なんですね。ですとこれを聞いてみると音差の音の方が高いのが分かりますので、この音に、合わせますね。こんなもんでしょうか。はい、これが基準になるわけですね。ラの音440サイクル、これが基準になります。そして僕は、次1弦の7フレットを押さえます。そしてこれが、2弦の開放弦、これと1オクターブ違いになることを確認して、合わせていきます。これがミの音です。2弦を合わせてます。はい、だいたいこんなもんですね。2弦の5フレット、これ1弦の開放弦と同じ音ね。そして1弦と2弦が合いました。そして次4弦、これハイGのウクレレなんですが、4弦を合わせます。4弦は2弦の3フレット、この音に合わせます。その音ですね。こんなもんでしょうか。はい、そして、次残ったのが3弦、これは1弦の3フレット、どの音、この1をグダブした、そしてコードを弾いてみる。もっと精密にチューニングした場合はこの後、電子チューナーでやるともっとよく合わせれると思いますが、まあ、耳で合わせていくという方法を知っておいたらいいかと思います。これは440の音差、だいたい440ですね、市販してるのはね。はい、この音ですね。こういうボディに、当ててもらうとよくなります。よくね、教則本でこのテーブルとかに打ち付けて、硬いところに打ち付けてって書いてるんですけども、あまり硬いところに打ち付けるのはどうかなと思いますけどね。こういう膝がいいと思います。はい、これ頭のてっぺんにね、やってもラの音がこう頭蓋骨を通じて骨伝導ですね、響いてくるんです。それを言って、合わせるというお話でした。それではまた、バイバイ。